はい、それでは引き続いてですね、今度は N 項数ベクトルの話に行きます。これはセクション 1.4 で教科書では12ページから始まっております。で、まあ、N 項数ベクトルといってもさっきこの前の授業でですね、この平面ベクトルの話をある程度しましたので、まあ、それをこうちょっと拡張したものだという程度で進められるかと思います。で、まず単位の表記ということで、今まではですね、この実数全体の集合 R とか、あるいは複素数全体の集合 C っていうのを使ってきましたけれども、まあ、一般的にこういう実数全体とか複素数全体っていうのは、その単位と呼ばれる代数的な構造を表す集合です。ですので、大体これから線形代数の世界で考えるときには、この単位の、まあ、弦でのベクトルとか行列とか、あるいはベクトル空間っていうのを考えておきますので、一般的な単位のことを以下ではここから先はこの K というふうに書きます。だから K って書かれたら、まあ、なんか適当な単位なんだなと思ってください。まあ、具体的に実数単位や複素数単位を思い浮かべてもらってもいいです。そこで、まず N 項数ベクトルなんですが、まず、K の弦 A1 から AN っていうのを持ってきて、これをこう縦に並べて、括弧でくくったものを、まあ、K 乗の N 項縦ベクトルと。それから横に並べて括弧でくくったものを K 乗の N 項横ベクトルと呼びます。で、両方合わせて N 項数ベクトルと呼ぶことにします。まあ、ここは平面ベクトルの成分の個数が N 項になったというだけですね。で、まあ、通常はその縦ベクトルというのを数ベクトルと呼ぶんですけれども、この縦ベクトルの全体を K の N で表します。N 乗に見えますけれども、この時には N 乗とは呼ばずに KN というふうに呼んで、区別、数学者は区別しておりますので、注意してください。で、まあ、この K の単位がですね、実数全体の時には実ベクトルということもありますし、あるいはK が複素数単位の時には複素ベクトルということもあります。それから、あとベクトル A の上から数えて i 番目の数ですね、 AI を A の大 i 成分と呼びます。ですね、こういう呼び方は割と頻繁に使うと思いますので、戸惑わないようにしてください。次は N 項数ベクトルの等しいという定義ですね。まあ、A と B というベクトルが、N 項数ベクトルがあったときに、これが等しいとは、まずその数ベクトルの要素の個数ですね。この場合は A の方が N 項で B の方が M 項なんですけど、この個数が等しくて、かつ各要素ですね、上から見ていった各要素がそれぞれ等しいときに、この2つの数ベクトルは等しいと言います。そして A イコール B とこれを表します。それから、あと次にはその N 項数ベクトルの演算の定義です。と、まあ、C を K の弦、すなわちこれもスカラーと言いますけれども、 C の弦、C を K の弦として、それから A と B を KN の弦、数ベクトルとするときに、スカラー倍ですね、まず C 倍の A っていうのは、各成分に C 倍をしたものをこう成分に持つようなベクトルで定義します。特に A のマイナス1倍はマイナス A というふうに書きます。あと、和に関しても、この A と B の和のベクトルというのは、その各成分の和からなるこの数、N 項数ベクトルですね、これを和と定義します。で、あと、A プラスマイナス1倍の B というのを特に A マイナス B というふうに書くということで、まあ、この辺は平面ベクトルの定義と同じです。はい、そうしますと、この今のですね、K の数ベクトルの和やスカラー倍について、まあ、次の性質が成り立つというのがありまして、一応これ命題として書いておきました。教科書の方では14ページの方に書かれております。まあ、一応ざっと見ていきますと、まず A1 というのは、これ結合率と呼ばれる、すみません、ちょっとですね、教科書とは若干順番が異なるかもしれませんが、すみません、適宜読み替えてください。まず A1 は結合率で、これはベクトルを加える順番は、まあ、加える順番によらず和は一致しますよっていう性質ですね。それから A2 は、これ0っていうのを0を並べたベクトル、0ベクトルとするときに、 A プラス0イコール0プラス A イコール A に等しいと。それから、A の3は A とマイナス A を加えると0になりますと。A の4はベクトルの和の加換率と呼ばれるもので、まあ、A プラス B と B プラス A は等しいですと。いいですね。
それからとは、これはスカラ倍が入ってきた性質なんですけれども、これはスカラ倍に関する分配法則で、A プラス B の C 倍っていうのは、C 倍の A プラス C 倍の B に等しいっていうこと。それから、今度はそのスカラの方の分配法則で、C プラス D ですね、スカラは C プラス D に、を A に、ベクトル A にかけたものは、A の C 倍と A の D 倍の和に等しいですよということ。それからあと、スカラ倍との順番ですね、これは順番に関するもので、C と D を先にかけてから A にかけたものと、あと A の D 倍に C をかけたものは等しいですよと。で最後は、A の1倍のスカラ倍は A に等しいですよと。そういう性質が成り立ちますので、確認しておいてください。それからと N 項基本ベクトルなんですが、これもですね、平面ベクトルと同じく、このある成分が1で、それ以外が0の成分ですね。E1 は10000ときて、で同じようにして EI は大 I 成分が1のものという形で、最後 EN は一番下の大 N 成分が1のものなんですが、これを N 項基本ベクトルと呼びますという話です。あとは線形結合も同じように定義できまして、A1 から AR を N 項数ベクトルとして C1 から CR をスカラーとするときに、この C1A1 プラス点点点プラス CRAR も N 項数ベクトルになりますよと。でこれを A1 から AR の線形結合もしくは一次結合と呼びます。でこれも命題としてですね、この平面ベクトルと同じように、その2の N 項数ベクトルっていうのは基本ベクトル E1 から EN の線形結合で表すことができるということが分かります。分かりますということは皆さん後でチェックしてください。で、今のまでのようなことを踏まえて、この N 項数ベクトル空間っていう言葉を定義しておきます。これは先ほど述べました、これまで述べましたような、その和とスカラー倍が定義されたこの N 項数ベクトル全体の集合ですね。これ集めてきたものを形状の N 項数ベクトル空間と呼びます。で、まあ、K が実数の時には実 N 項数ベクトル空間と呼びますし、まあ、K が複素数帯の時には複素 N 項数ベクトル空間と呼びます。まあ、この集合をですね、なぜ空間と呼ぶかっていうのはまた後の方で学びます。それからと、線形独立ですけれども、これも平面ベクトルと同じようにですね、定義できまして、 A1 から AN という N 項数ベクトルが形状で線形独立っていう言い方をするんですが、これはもしスカラ C1 から CR っていうのに対して、この C1A1 から CRAR の線形結合が0ベクトルであれば、 C1 から C2CR っていうのは全て0になるということを言います。で線形従属も同じように定義できて、平面ベクトルと同じように定義できて、 A1 から AR は形状線形独立でない時には、この A1 から AR は線形従属もしくは一次従属と呼びます。それからと、線形結合の一次性の条件ということで、これは教科書でも教科書16ページの定理 1.1 というふうにちゃんと定理として独立しておりますので、まあ、大事なことなんですけれども、まあ、K は実数のまたは複素数帯としますと。で、この、N 項の数ベクトル X が A1 から AR という N 項数ベクトルの線形結合で一時的に表せれるならば、またその時に限って A1 から AR は線形独立ですよっていうことが成り立ちます。これも平面ベクトルの時と同じような性質ですので、確認しておいてください。ここまで駆け足できましたが、ここまでよろしいでしょうか。